今まで培ってきた修羅場の数というか、そういうところの違いを見せる。自分で突き詰めたものが本物だと思っているので、それを証明する場でもあると思います。お前がここで見せることが俺たちの証明だよ、うん、日本人で最強って言われてる、そういった選手を世界の那須川天心として、スタイルは振動を沈めるか、新日本キックの師匠江端瑠衣、ノックアウトで示す世界の振動、ここにあり振動那須川天心、悪魔的な強さを見せようっていう、退治した瞬間にいけるなっていう、さあ一発で一撃で全てが変わってしまうのが格闘技、かつてさらなるスターダムへ那須川天心、一方かつて人生を変えられるか江端瑠衣、両者は本当にアグレッシブなタイプですね、一撃で倒す、はい、選手ですね、この距離感というのは小野寺さんの目にはどうですか。リック、はいはいはい、いざね、いざ、すごい気持ちのこもったパンチで、やっぱり一発一発重かったですし強かったですし、ガードの上です、そしてバスボディに放っていきました。小野寺さん、今の動きいかがですか。はい、いいですね、ちょっと、はい、向こうはちょっとストップみたいな感じでやったらレフェリー止めてないかな。天心側としてはここ一気に行きたいですね。スケートの回るにちなんでアクセルキック、トリプルアクセルみたいな、今回はあれを狙ってたんで、悔しいですけど、僕もやることをやってきましたし、彼も本当にすがすがしく戦ってくれましたし、KO 負けっていうこと自体、まあ、信じられないことなんですけど、本当にまだまだ終わりじゃないので、これも経験にして、もっと面白い自分を作っていきたいなと思ってます。はい、やったぜーやったぜーやったぜーやったね、すごいな、すごいな、どうもありがとうございました。ありがとうございました。OK。負ける気がしなかったんですよ。今回めちゃめちゃ調子よくて。結構周りからも、ネイバト選手強いよって言われてて、
負けるんじゃないかとか、言われたりとかもしたんですけど、そういうことを全てひっくり返してやろうかなって試合前から思ってたんで、そういった選手を1ラウンドで倒したっていうのも得意です。でもう誰も勝てないだろうって思われるぐらいな位置に達したいですね。はい、これ大丈夫です。本当に大丈夫です。違う話してます。何ですか、あの煽りは。いつも煽り部見て、はい、よしってなっていくんですけど、はい、途中ももういいやと思って。泣いてるシーンをまず使わないでくださいって言って、でなんか悲しい感じにしないで、普通のいつも通りの煽りにしてください。見てたらもうだんだ んあれって言ってることと違うなと思って、もうこれは見るのやめたと思って。再びスーパーアトム級の頂きへ、朝倉環奈。ポンズ化したポンズ化したポンズ化したおかげで、でもいい試合になります。結構良かったけど思ってます。あって苦しんでいったチェンレクタックル、これが朝倉環奈のメインステージ。ただ下から攻撃、腕十字架、腕を取りに行ったのはジェイミー緊張。ちょっとこの蹴り上げは気をつけた方がいいですね。蹴り上げだ、やばかったですね。ちょっと聞いてはないけど、なんかびっくりするよね。痛かったです。ラスト30、ラスト30。手アームロックか、首取りましたね。 V はアームロック、さあ取れるか。1本、そしてどうか。柔らかいですね、柔らかいですね。中心に切り替え、これは捉えた。そしてアームは嬉しげ十字固め、決まるかどうか。朝倉環奈が絶好のチャンス、そしてもう一度、どうだ、どうだ、取れるか、一本取れるか。ただ相手はたっぷり、ここまで飛んで、2ラウンドの腕十字の時って、あれはタップではなかったですか。どうなんですか、まあ、結構な角度いってましたよね。キングに変えててもいいから、やはりこのアメリカのアトム級現役チャンピオンというだけあって、見事な身のこなしですが、さあ朝倉環奈がここもテイクダウンです。朝倉環奈一本へとつなげるのか、金賞がここから挽回するのか。そしてまたもやアームロック、右腕を決めている。柔らかいですね。しかしタップはしません。タップはしない。って言ってますね。ただここも朝倉環奈決まっている。決まって、ここで決めました。1回タップ相手が したけどレフェリーが気づかなくて、はい、もう1回タップ自分でもされたなと思ったんですけど、はい、しっかり離さず持っててよかったなって思います、はい、もういけるだろうと思って、あのしっかり行き切りました。アオリブイではちょっと一人な感じ出てたんですけど、こうやって会場のみんなが応援してくれて、今年最後一緒に喜ぶことができて、本当に、本当に幸せ者だなって思います。泣いてるとこ使わないで、最後がっつり泣いてるじゃないですか自分。でもそれはちょっと、それはちょっと今言わないです。もう泣かないって決めてたのに、ブワッってなって、でも今年はもう泣かない、あれが最後です。はい、もう決めました、心に。あとテンビートさん、はい、有名な、うん、もう好きやと思う。あ、そうなんですか。彼女もダウンロードしちゃいました。いや、ママ聞いてしちゃった。いい歌だなと思って。いい歌だな、はい、一人世界、一人世界。今回は本当になんかすごく辛くて怖くて、クリアネイキッドチョーク、アークボード止められた。やっぱりリベ
演技戦っていうのは本当に精神的に結構きつかったりとか、いろんなものをつまずきながらたどり着いていくことになるので、ずっと暗闇の中にいてどう抜け出そうか、どうしたら抜けれるんだろうかっていうふうに日々してきて、まあ、その中でもやっぱチームを信じて。第1ラウンド、試合が今始まりました。赤いコスチューム、左仕掛けいったらリンジー・バンザット、機敏な動きを見せます。踏まれるっていうのでちょっと入りづらかったなというふうには思ったんですけど、はい、まあ一瞬の動きをついて、はい、これでできたー、グラウンドだ、グラウンドだったから落ち着いて、ハイローコーハイヘッドフェスト、ヘッドフェスト、背中でクラッチ、慌てない、背中でクラッチ、ゴリの、あ、返しましたね、プレッシャーかけていく、さあただタックルを仕掛けてきたのはバンザント、残り時間は第1ラウンドあとわずかです。掴みかかっていくのはバンザント、うん、ここで第1ラウンド終了のゴングとなりました。ここも積極的に受け止めていきますね、パンチに追い込んで、追ってきたところ甘い突っ込みます。そしてタックルシングルで決まります。リンジー・バンザット。ところは丁寧に、まあここは慌てない丁寧に。さあ残り時間まで。三角を狙ってますよ。三角の方が結構首に巻きついてたので足が結構やばいなと思ってたんですけど、絶対負けないっていうもう強い気持ちで。3ラウンド目に阿部さんにリタされてより気合が入りました。なるほど、さあこの組手に行った、シングル、シングル変えられてるんでここはしっかり切っていく、本当今日まで一生懸命頑張ってきたんだろうなっていうことをすごく感じれたし、レイナちゃんらしい戦いができて、それがまた勝利に結びついて見てて私も嬉しかったです。形としては見えてはきてるんですけど、でもやっぱり完成度で言ったらやっぱまだトップ前線には入り込めないと思うので、やることいっぱいですね終わらないですね。ねえ、どうしようかな。早くもライジン日本全国制覇へ、2020年は浜松で開幕、主役は朝倉未来、五条の伝説少年院から全国制覇へ、朝倉未来がライジンを背負い強豪を迎え撃つ、ついにライジンのリングに上がる実力者たち、物語の始まりに立ち会わ、2月22日浜松アリーナから天下取りが始まる。まあ、負けが久しぶりだったんでちょっと見るまで時間かかりましたけど、はい、本当にいっぱいだったんで本当に決めなんだと思って、やっぱり盛り上がってきてるなって思いました。
함께 한 건 아니지만 같은 연 라이징 벨트를 땀으로써 한국의 여자 격투기의 붐이 좀 더 楽しみで 朝起きた 瞬間から 緊張する と기대해ました打倒浜崎を胸に秘めこの日が来ることを信じ戦ってきた8年の月日を経てチャレンジャー浜崎歴史を作りにやってきました現ライジン女子スーパーアトム級チャンピオン現在の日本女子格闘界のトップオブトップが令和最初の大晦日ライジンのベルトをかけ過去最強の相手を迎え撃ちます浜崎対浜崎女子スーパーアトム級タイトルマッチ3度目の対戦ですこのタイトルマッチは5分3ラウンド肘ありルールで行われます浜崎選手をどういうふうに分析してますか打撃の方がやっぱり長けてますけど寝技も全然できる選手だと思ってたし、まあ、オールラウンダーですかね우선타격의비중을두고하긴하는데뭐어느하나그냥뭐가리는거없이埼玉スーパーアリーナ生中継でお届けしてまいりますタイトルマッチですまず先に近いのが最初から打撃の攻防となっているいきなり打ち合いですね그렇게전략으로그렇게짰던건아닌데좀어떻게1라운드부터불이붙어서그렇게됐는지모르겠어요잡을出すだけ当たってたんでめちゃくちゃ楽しかったです入ってますかね。はい、そして左。いけると思っちゃったんですね、途中で。このまま打っちゃえば倒せるんじゃないかっていう思っちゃって行っちゃいましたね。예전부터그렇게앞손을잘쓴다는걸알아서많이대비를했는데많이연습한것처럼나오진않았던것같습니다ここ数試合やっぱこう打撃にこだわってきたっていうかステップ1個上がれたかなっていう感じはありますねジョニーガチャーバリバリガチャー相手の馬得意技左ストレートって書いてありますけどはいやっぱりそこは警戒してましたか、まあ、そうですね左ストレートだけなんで逆に言うとまあそれは警戒はしてました1ラウンドは効いたパンチをもらってます試合だ第1ラウンド今までの試合の中では一番こう打撃でこう打ち合えたんでめちゃくちゃ楽しかったです監督님이랑1라운드그라운드를가자는그런얘기는하지않았는데2라운드에제가뒤로좀이렇게중심을잃고넘어지는바람에あれも距離を取りたいんですよねあそこからね본의아니게원치않았지만그렇게됐던것같아요そしてここからパウンドを出すタイミングで手札できましたね。何してたんでしょうね。普通に冷静にやってればこんな体勢になるわけないんですけど。まあ、ハムちゃんはそのサンバが得意なんで、まあ、ちょっとあの形になっちゃったっていうのがちょっとミスですね。あそこはまあちゃんとサイドに取ってとかパスするっていう形に行くべきだったんですけどね。決まる感じは全くなかったですね。ここは積極的に下から出してまあ痛いですけど、あの全然こうクラクラしたりとかっていうのはなかったです。多分切りに来てたのかな。教科書通りだと胸張って足を落としていくんですけどまあ足の力が強くてそれなかったんですよねいや3分ですからね肘で頭割れますよこれ手で覆うように頭をボンとしているただこれは頭頂部に肘が食い込んでいく練り込んでいく印象も悪いですよね
まあ鬱陶しかったですね。앞선コントロールを누가하느냐에따라서좀리드하는게좀달라지기때문에その場合は、そうですね、そんな邪魔な場合っていうのは、つっかえ棒を演奏してくるやつがいる。これ、ボクシング長い時間やって反則なんだけど、そういう場合は、これで払って、バンバン、バンバン、その間に発すの。打撃もね、あのスタートはね、浜崎の方がね、当たってるね。さあ、これ浜崎の方が当たってるね。これも、これちょっと効いたんですよね。ここで鼻血出て。田中流血。アクションブレイクがかかると投げ返せ。このまま固めててもダメだなっていうのは分かってたんですけど、ここから本当だったらマウント行って何かしら決めに行くべきだったんですけど、彩香選手が저에게기술이나불안해하지않았어요。判定に入ります。赤浜崎、取り目は浜崎です。チャンピオン。全然負けたと思いましたよ、やっぱり。青、二人目はチャレンジャー浜崎、最後の一人青、なんと ありがとうございます。応援してくれたみんなのおかげで勝ち方ことできました。ありがとうございます。ハムちゃん、こっちも。저는이운동만15년을했습니다이제시작하는모든여자선수들이포기하지않고끝까지한번만가서열심히했으면좋겠습니다포기하지않고열심히했다는것입니다こんなん見ると泣きそうになりますよね。もうでもね、あの本当にね、今日の彩香を引き出したのはハムちゃんだと思う。まあそうですね、世界一頂上決戦にふさわしいような最高の戦いだったと思います。すごくかっこよかったんで感動したんで、それをもっと胸張ってほしいということを聞きまして、ちょっとまあ休んでいろいろケアして、また頑張らなきゃな。まだまだやめれないですね。負けたんで、負けてやめるってちょっとあれじゃないですか、ダサいじゃないですか。なのでやっぱり取り返すまではね、やりたいですね。あと練習お願いします。負けた試合の方がやっぱり学ぶことが多いっていうか、もっとこう強くなれるなっていうふうに思いましたね。久しぶりにこう目標ができて結構ワクワクしてます。また4回目もやろうってあっちも言ってくれて、それは挑戦できる位置にまで行ったらまた挑戦させてもらいたいなと思う。우선단체들이좀 MMA 단체들이 여자경기수를많이늘려줘야지그만큼여자선수들이더활동할수있고더많이생활할수있다고생각합니다。若手の子にもやっぱり強くなってきてほしいし、本当に柔道とかオリンピックレベルの人とか来たらね、すごい面白いと思うんですよ。もっともっと増えてもらえればメジャーにもなるし、大事もね、盛り上がるんじゃないかなっていうのは思います。